はい、こんにちは、石井ちゃんです。石井ちゃんです。さあ、いよいよ長かったこのステージもこれで終わるのか。燃えたぎる。はあはあはあ、3人同時とかそういう卑怯なやつか。いいよ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 。あ、生き抜いたりがまあ溜まってねえや。でも溜まれば大丈夫だ。溜まればね。てか溜まんねえんだけど。あ、溜まった。もらった。まずは手下から殺していきますか。OK。サスケはこれで OK。次は雪村。OK。雪村 OK。で、とどめは、お前だ、武田信玄。行け。決まった。いやー、なかなかこのステージは大変なステージでしたな。さあ、どんないいものがもらえるんでしょうか。ちょっとこのステージと合わせて次のステージも撮ろうかと思ってたんですけど、ちょっと体力的にきついかなと思ったので、まあクオリティを落とさないためにもちょっとこのステージはこのステージで一回終わらせようと思います。無理だな。何気にだって1時間ぐらい一人で喋り続けてるわけですからね。喉が悪くない人でも結構喉には良くないんじゃないかなと思います。おすすめしません。さて、いや大変だったな。みんな簡単にクリアしてんのかな、このステージ。我らが求めるは強きではなく、さりとて弱きでもない。つまり力の有無、強弱ではないということか。そうだ、我らが求めるべきは我らの生き様と根底を同じくする者たち。言うなれば我らと生を共にすることができるものだ。我ら最後と共に生きるもの。そうだ、探そう我らの明日とも呼ぶべき存在を。ラストステージってわけじゃないんで、別にクリアできたからなんてわけでもないんですけど。何やら真夏なる気配が。こっちだ、獲物の匂いだ。これ何なんだろう。黒田官兵衛のステージじゃないのかな。応仁の乱の跡地にかの将軍がおわします。いや、さっき倒したはずですけどね。前方に影あり。あれは毒眼竜。これも何なんだ、これも何なんだって感じですよね。もうめちゃくちゃいいステージばっか発生したじゃん。宿命独眼流。いや、ドラマルート行きたいよね、そりゃ。でもちょっとこの独眼流、宿命独眼流っていうのもな、やっときたいんだけど、まあまあいっか。まあ、ドラマルートで次行きましょう。いやー、でも本当に長い間、お付き合いさせてしまいまして、申し訳ない。でもやっと倒せましたんで。いや、究極レベルで倒すってなかなか大変ですね。いやー、でもちょっとこの達成感はあります。じゃあ次は、ドラマルートの、この静ヶ岳なのか、何ヶ岳なのかよくわかんないですけど、これをやっていきましょう。では、コメント、などお待ちしております。で、興味ありましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。